それがなかなかうまいので、弾いているうちに郷士は、これは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それから、やっと考えついたというように言いました。郷主さんは、この2番目の糸を引くときは、期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。郷主はハッとしました。確かにその糸は、どんなに手早く引いても、少し経ってからでないと音が出ないような気が、夕べからしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。と、郷主は悲しそうに言いました。すると、タヌキは気の毒そうにして、またしばらく考えていましたが。どこが悪いんだろうな。では、